マンハッタンの地下をヘドロの怪物がうろついてるって噂があるからって必ずしも。間違いない。エディとは古い仲だ。ベノムともね、やられっぱなしで引き下がるような玉じゃない。特に教会の金の下敷きにされたりしたらね。その後目撃情報は？シールドがついた頃には消えてた。プライドが傷ついて地下に潜ってるんだろう。この場合文字通りね、逃走しながら傷を癒してるわけだ。親愛なる隣人としてほっとけないよ。これはもうほぼ病気だな。具合でも悪いのか？まだ会話の息が合わないな。ベノムに恨まれないか気にしてるのか？気にしてるというか恨まれると思う。それでもいい考えだと思うのか？集めたみたい。さて、お目当てのヘドロ怪物はどこだ？ヴァンパイアだ。ああ、ヴァンパイアたちか。電車の音ってことはない？素直ようだな。これって。ヴァンパイアには災難だな。汚いな。もう寄生生物がてんこ盛りすぎてわけわかんなくなってるぞ。寄生生物だ。悪魔に疲れた神美王とヴァンパイア風味を添えて。よくないな。頼むよエディ、よせって。やめる気はなさそうだ。イリスに見限られたら、あいつは下水道に戻って予想すべきだった。違う、見限ったのはこっちだ。あんな女必要ねえ。好きに言ってなさい。口を挟んでごめん。でもエディ、本当にヴァンパイアを食べてたの？あー、悪いやつのレア肉だ。君は口を挟んだわけだ。喉がカラカラ。僕次第って感じ。まだウェブを使ってきた無理かも。
立つには弱すぎる。諦めてないみたい。いくらなんでもひどすぎるぞエディ。下水道をうろついてアンデッドを食べるなんて、君はそんなやつじゃないだろう。当たり前だ。お前よりずっと強い。性格とか精神面の話だったんだけど、わかってるか。お前の血を飲めば、俺たちはあの女に頼るよりずっと強くなれる。そういうことはない。アメイジングと言われるのも納得。すでに強くなった気がする。何に巻き込まれているのか分かった。そんなのじゃ足りないぞ。リリスにも手下を現存していた時代が明らかに過去の話だが、もう一回爽快。
業界に転職しなよ。ジレンマが大好きだな。無味乾燥な人生の唯一の慰みらしい。メフィスト、くしゃみ、いい髪型だね。地獄に落ちろ。ぜひともそうしたいところだが、用があってな。取引しないか。これって十字路で悪魔と交わすやつ的な。断る。まあ聞け。ベノムを使ってやる。この神秘オートからリリスの呪いを消し去り、さらに血の渇きを鎮めてヴァンパイアをむさぼり食うのをやめさせよう。まったく汚らしい。言ったはずだ、取引はしない。こちらは見返りにただ一つ取るに足らぬことしか求めない。ヴァンパイアどもの猛威を止めろ。あの連中は仕事の邪魔でな。じゃあエディは治るし、僕らは任務を続行するだけ。そうだ、この地上からヴァンパイアの汚らわしい痕跡を消し去れ。代わりにその哀れな生き物を治してやる。完全に。もう一度言う、取引は。待って、補足事項は。よくある契約の範囲だ。もし失敗すればアンデッドよりはるかに恐るべきものを見るだろう。すなわち私や不死の魂、その他もろもろ。決して乗ってはダメだ。エディが死ぬとしても他に道はない。乗った。よし、ではここにサインを。ちょっとチクッとするぞ。追いかけよう。ヴァンパイアとの戦争だ。ああピーター、また会おう。なんで僕の。うん、今まででもトップクラスの変な出来事だったかも。それで停戦ってことでいいよね、エディ。いつもの俺たちに戻ったって感じだ。弱くなったけどな。でも戻った。今日のところは見逃してやる。
進歩したじゃん。あなたを食べようとしない。確かに。うわぁ、うまくなさそうな匂いだ。マザーにも見捨てられるんです。これが俺の力だ。奴らじゃあんたの力にはかなわない。また一人エリスのしもべを倒した。さすが。誰も逃がさない。史上最悪の二日酔いだ。少し昼寝しないと。リリスに操られる前の君のこと忘れかけてたよ。懐かしいな。そもそもリリスが頭に入ってきたのはお前のせいだ。本気でそう思ってる？なんだよ、赤ちゃん。邪魔して増えさせただろうが。それが仕事だし。少しは残しておいて。今ので最後ね。一安心だわ。Eddie!
気まずいな。お前があの化け物の中の人なのか。そんなとこだ。で、大丈夫かエディ。ジョークだよ。いや、戦う気はない。今はな。へえ、こいつ新入りだろ。にしてはやるな、感服した。ありがとう。ヴァンパイアとは前にも戦ってる。エディ、元に戻ったの？元の俺たちにって意味か。リリアスに怪物にされてひどいことをした。あんなのは俺たちじゃない。わかってる。俺はここでその後中にいて考えた。お前には恩がある。この際脇に置いとこう。ほら、個人的恨みは。いいけど。ずっとじゃないぞ。厄介なヴァンパイアの問題が解決するまでだ。市民の安全を守るまでな。それなら筋が通るだろう。いや、無理か。構わないよ。決まりだな。ああ、ちょっと待った。約束だ、相棒。わかった、相棒。ミッドナイトサンズの一員に。何？分かってきたぞ。曲がりくねった3本の線の意味は？それはさらに見つかる前に離れろという意味だ。お、今度は線が赤く光った。悪いことか？ああ、そうだ。一体何事だ？ヴァンパイアだ。セントラルパークで市民を襲ってる。ってことは俺たちの出番？罪なき人々が危ない。何とかしないと。エディ、全く同感だよ。そんなこと言われたのは久しぶりだ。行くぞ、残虐に庇護してやる。リリスに使えるのは、みんな倒れる。
じゃあんたの力にはかなわない。マザーに見捨てられた。させたい。この先いくら一般市民を救おうと勝手だが、契約ではヴァンパイアの猛威を終わらせるたんで我々は同意を満たおる。ほざけ。くだらん人間の命を救わせるためにわざわざ貴様を治してやったのではない。いや、好きに言ってろ。聞く気になったか。所詮貴様はただの怪物だ。そこにしか私の興味はない。契約を結んだのもだからこそ。何しやがる。失礼だが、これで分かったろう。ヴァンパイアは仕事の邪魔なんだ。奴らがいると魂があるべき場所へ流れない。魂が減ればソウルレスが増える。理解したかな。それではターゲット訓練を始めよう。ターゲットが多すぎだ。2つしかなかろう。きちんとできるかどうか確認。一度だけチャンスをやろう。俺たちはお前のおもちゃじゃねえ。簡単な話だ。エリスの存在に容赦はしない。これが俺の力。おかげで助かった。一口くれ。今のはすごかったな。リリスのしもべを倒した。
たちの番だ。何世紀か前に今みたいな動きを見たな。ごちそう。本に切る。どっから出てくるんだよ。しょうもない道徳を掲げない方が手際よくできるじゃない。お前のふざけたゲームで生き残ろうとしてるだけだ。いくら否定しても。話しかけてくんな。すでに強くなった気がする。マザーの元へ帰る。残しておいてくれ。情けない。そうだそうだ、ズタズタにしてやれ。覚えている。ここのお前の血筋は耐えるかもしれない。情けないことだ。
ケアテイカーの嫌なやつ版って感じだ。なあ、口をうるさすぎる。まずまずだな。幾分感心すら覚えている。これを教訓にしろ。教訓だと？ターゲットにされるのは二度とごめんだ。だろうとも。その胸を焦がしているものはおそらく胸焼けか。後悔だろう。人生に欠かせない味付けだ。味付けした人間はうまいぞ。いいか。もういい。そんなに従わせたいなら気取ってないで、どこに行くべきかを言え。全ての始まりの場所だ。さあ、ヴァンパイアを殲滅しろ。永久にリンボで過ごしたいか。いや、この野郎。いいから行け。我ながら寛大すぎる。そんなことを言わなきゃならないとは。あの悪魔とこれ以上取引はするな。リンボ界で何かあった？ポータルからおかしなエネルギーを感じるわ。エディの様子を見てもらえないかな。メフィスタの件ですごくへこんでるから。自分で話さないのか？まあ元気出してほしいから。任せろ、声をかけてみよう。ありがとう。僕がお願いしたって言わないでよ。これ以上へこんでほしくない。メフィストはそれほどタフには見えない。イラついてるようだな。息抜きしたいならサンドバッグを押さえててやるぞ。いやいい、何もかもピーターに当たるわけにもない。別にそういう意味じゃ。意味は分かってる。すまないハンター、お前に噛みつくつもりはなかった。正直なところ、まるで自分がサンドバッグになった気分だ。やはりメフィストのせいか？それがまず一つ、リリスのこともある。そして今度はヴァンパイア、
次々と押しかけやがって。大人気だな。お前の母親に操られていた頃は自由意志まで奪われた。今度はメフィストに首根っこを抑えられてる。操り人形になるのはもうたくさんだ。怒るのも無理はない。怒りを利用しろ。それを燃料にして戦いの場に生かすんだ。心配しなくても燃料には事欠かない。だが言いたいことは分かる。シンビオートは最高の相棒だが、こう頭に血が昇るとまともに考えることすらできなくなる。俺は自分のことを残虐な庇護者だと思ってた。罪のない人々を守るためなら悪者になっても構わないと。だがメフィストに心をかき乱されると、それすら不可能な気がしてくる。それなら唯一残された手は、ミッドナイトサンズを舐めるとどうなるかメフィストに教えてやることだ。分かったよ。話に乗ろう。実を言うと打つ手はもう考えてある。伝説のペルセウスの槍の話を聞いたことはあるか。メドゥーサの首を切った神話の英雄じゃなく、実在したマケドニアの王だ。図書室の本によると、王は神の力を宿した槍を手に入れ、無敵の存在となった。それぐらいの武器ならメフィストを倒せそうだ。もし無敵の力を持っていたなら、なぜ今いない？彼の領土は最終的にはローマ人に征服された。だがそうなったのは槍が盗まれたからに違いない。そんな武器が本当にまだ存在すると？ああ、絶対に壊れないんだ。どこかにあるに違いない。エディ、これは本当にメフィストへの有効な対抗策なのか？手っ取り早い夢物語に飛びついただけじゃないか。現実逃避なんかしてない。槍のことなら何時間もかけてネットで調べた。お前の言いたいこともわからなくない。俺はいつもと同じことをしてる。突拍子もないアプローチを。それでも何かせずにいられないんだ。少し考える時間をくれ。ハンター、大問題だ。どうしたらいいんだろう。落ち着けピーター。何があった？エディがメモを残して消えたんだ。不吉な感じのやつ。究極の答えのありかが分かったって。僕はベノムの暗い部分も知ってるけど、これは違う。エディもシンビオートも限界が来たのかも。探すなら手伝う。もう探したよ、全部ね。レンマルに飛び込んでない限り大船員にはいない。ここにはいないよ。やっぱりだろ。ポータルを開けろって言われた。だからそうした。どこに送ったの？教会。僕とベノムが戦った教会？そうかも。あんた、そこはベノムが生まれた場所だ。今すぐ行かなきゃ。分かったピーター、指示に従う。イリアナ、よかったら。ポータルを開けてでしょ。いいわ。でもバラバラはもうなしよ。帰りは全員一緒でね。できればね。ベノムが生まれた教会に行くのか。どうしたエディ？考えてた。メフィストは全ての始まりの場所だと言ってた。つまりここだ。確かにこの教会で僕は手放し、君は見つけた。でどう？さっぱりだ。
浮かないな。大勢を傷つけた。どこかの悪魔の女のせいで。リリスだ。操られてたんだよ。でもやったのは俺だ。見ろよ、もう元には戻せない。償えやしない。わかんないだろう。俺は台無しにしてばかりだ。呪いを受けて当然だよ。メイおばさんは何もしないでいるのは闇に屈することだって。俺にメイおばさんはいない。でこのざまだ。いつも横目でヒーローを眺めてるだけ。羨ましいよ。平気か？どうもスパイダーセンスに何かを感じるんだ。ここにいると敏感になるみたいで。頑張りすぎだ。たまにはミュートした方が。そのうちね。でも今回は違う。きっとこれはヴァンパイアだ。君がいてよかった。対ヴァンパイア教頭か。やってやろう。ベノム、あなたの勘が当たってたみたいね。ほらね、君たちの本能は正しかった。俺たちはここに縛り付けられた。そんなしんみりしたこと言うタイプだったなんて。信じられないわ。彼が主導権を握った。分かった分かった、集中するから。俺たちの番だ。最高だな。逃げても無駄だ。初めて見た。よくやったわね。けどこの先も厳しい戦いが続きそうよ。思い出し始めたぞ。どうぞエディ。俺たちに続き。この地下墓地は教会より古い。見ろ、ヘマリスクだ。見りゃわかる。食ってやるか。ヴァンパイアはここからはびこっていったのかも。うわ、なんだか嫌な予感がする。はびこる、はびこるだと。まさか闇の王子か。待って、それって死神の父だ。ってことは串刺し公だ。人類こそはびこっているではないか、昆虫男が。いいかい、まずクモは昆虫じゃない。気にしないで、よくある誤解だから。それと素敵な衣装だね。去年のハロウィンにそういう仮装したよ。あれは仮装じゃない。クソだ。ヒーローだらけの街にしては来るの遅かった。ドラキュラと話してるなんてまだ信じられない。自力で私を見つけたわけではない。誰に言われた？メフィストだ。
ああ、奴は特別お供用だから、ね、面と向かって敵と戦う勇気がないの。他人に呼ばれたら、自らの手を持つ必要はないから。メフィストがどうであれ、ニューヨークをトランシルバニアにされるのは困る。ではせいぜい努力するんだな、悪魔の手先よ。この戦場に立つには弱すぎる。もう一回。やるな。そうだ。こんなもん大したことはない。よく記憶を解けてやろう。おかげで助かった。で冷やすと良くなるよ。どうして悪者なんかやるのさ。聞きたいことがたくさんあるのに。フランケンシュタインの怪物とも知り合い。好奇心旺盛な子供だ。好奇心は猫をも殺す。猫は食わねえ。こいつは君の分。それで全力なのか。僕っていけてる。今のはすごかった。乗るな。
でも。ああ、俺たちもいいぞ。1、2の3。今のは息ぴったりだったろ。のれ、我が計画はついえはせんぞ。今日貴様らが得たのは不死身の宿敵だけだ。これでよし。さて、誰か迎えに来てくれないかな。取引するか。しない。しない。それはダメか。残念。ところで、魂の剣は置いといてさ、悪魔はなんでドラキュラと揉めてるの。奴は契約を破った。だが嬉しいぞ。何がだ。貴様らは進歩した。今後が実に楽しみだ。エディはひとまずこのままでいさせてやる。心配するな、また会える。すぐ。お前たちがライバルだったなんて、今日は長年の戦友としか思えなかった。ハンターの言う通りだ。一緒に戦えてよかったよ、エディ。シンビオートのそばにいながら内臓を食べられる心配をしなかったのは初めてかも。ああ、ドラキュラを追い払ってやった。メフィストとも縁が切れたしな。せいせいした。晴れて自由の身だね。今後は。そう、自由だ。なあ、エディ、そこはピザを2枚食べて11時間寝るって答えるとこだ。僕ならそうする。大きな戦いにケリをつけた後だ。でもパーカー的展開だとそろそろドクター・オクトバスに狙われそう。エディ、大丈夫か。ああ、大丈夫だ。今もこれからもリリスの支配から完全に抜けた。まだ実感が湧かないだけだ。ほっぺたつねってあげようか。冗談だよ。